どうもこんばんは。中高年の味方、時事要造です。今日はですね、2019年、令和元年8月の、9日ですね、9日ということで金曜日になります。日本っていうかですね、日本の場合になると思いますけど、盆とかもですね、そろそろ休みが今日ぐらいからですね、今日か明日ぐらいから入っていくということで、交通機関とかですね、そういうの混雑すると思います。中高年の味方、時事要造のですね、今日のテーマとしまして、こちらにありますですね、ほぐしローラーということでですね、これは本当一体になってるみたいですね。これをちょっと試しにですね、買ってみましたので、どういう感じか中をちょっと見てみたいと思います。早速ですけどね、ちょっと、ここですかね。ここでちょっと開けてみますね。カッターで開けてみます。そこまでは厳重にはしてないみたいですね。ちょっとこのほぐしローラーということですね。ちょっと今開けてみたいと思いますね。こういうことでですね、これはモデルが高橋メアリー・ジュンスということで書いてありますね。これはちょっと上の表紙にですね、書いてありましたね。こういうですね、森拓郎式ということで書いてあります。ちょっとすみません、揺れまして、ちょっと中をですね、これはちょっとここが止まってましたので、ちょっと開けてみたいと。これは本画集なのか付録画集なのか、おそらくもう付録画集だろうと思いますね。ちょっと開けてみたいと思います。こういう感じですね。ほとんどこの大きさですからね、実物大で、こちらが結構大きいですね。私が感じたよりもちょっと大きい気がしますね。ちょっと開けてみたいと思います。こういう感じですね。私もね、ですね、年齢的にはもう時事有ぞということで見ればすぐ分かると思いますけど、年齢もですね、70歳ですからね、もうやっぱこういうほぐしがですね、必要になる年齢ではありますね。こういう感じですね。これをですね、使い方として、だからほとんどこの本っていうか、もうこっちが主みたいですね。これは中はちょっと見てみましょうか。中はもう本としてはこれだけしか入ってません。ほとんどもうこれの値段でしょうね。ですね、こういう感じで森拓郎式というんですかね、ほぐしローラーということでちょっと書いてあります。仕方がですね、もう簡単に書いてありますね。胸ですね、胸、腕、そして、これは脇ですね、脇、そして背中ですね、背中、すると大ももの付け根ですね、すると大ももの、外側ですね、それとふくろはぎですね、と足の裏、足の裏は気持ちいいかもしれませんね。そういう感じで、これが、ですね、ざっと、全身ローラーこれ一つで OK ということで、森拓郎式ほぐしローラーということで、いろいろ使い方を書いてあります。そして、これはですね、動画をですね、全部こういう感じでしてありますから、それで見れば、詳しくなると思いますね。こういうことで、このモデルさんとして高橋メアリー淳さんで、おそらく映像をしていると思います。映像ちょっと見てませんからですね、そういう感じで、凸凹面が気持ちいいということですね。こういう、ちょっと簡単にもこれだけしか説明できないんですけどね。だけど、実際これを買いましたから、ちょっと次回ですね、これを実際使ってる、
使った漢字をですね、また投稿を是非したいと思います。まあ、今日はこういうのを買ったということですね。これが金額がですね、金額がちょっと、横に金額は、2000円切れるぐらいでしたね。まあ、だからほとんど本というかこの材料代ですね。まあ、こういうことでちょっと私も使ってみましてですね、投稿させていただきたいと思います。まあ、1980円というところですね、これがですね。まあ、このトレーラーの森拓郎さんがこう考えられた保護シローラーということになると思います。まあ、そういうことで今日はですね、もう非常に簡単でございますけどですね、中高年の味方ジジヨゾがですね、ほぐしローラーについて投稿させていただきました。まあできましたら YouTube ということでやっておりますのでですね、できたらチャンネル登録をですね、よろしくお願いしたいということで、ちょっと終わりたいと思います。あとですね、実際こちらを使った感想も投稿しますのでですね、ぜひよろしくお願いします。そういうことで今日は終わります。ありがとうございました。これでですね、指定させていただきます。